みんな元気に練習してるだろうか。あ、ごめんなさい。今のところもう一回お願いします。今度はどうでしょうか。ステップにミスはなかったと思います。そうですか。はい、もう一度お願いします。ミスがないだけではダメ。お客さんに情熱が伝わらないと。東京に来てから先のパフォーマンスは良くなってる。ここでもう一皮むけることができれば。マネージャー、お疲れ様です。レッスン見に来てくださったんですね。ああ、先もお疲れ様。スキストの他のみんなは？今日のグループレッスンは終わりました。私はそのもう少し練習をしたくて。先生に付き合っていただいて個人レッスンを受けていたんです。そうなのか。だいぶハードな練習みたいだけど大丈夫か？ええ、このくらい平気です。練習して上達していくのは楽しいですから。でも私まだまだで、さっきも先生に何度も注意を受けてしまって。注意するところが多いというのはそれだけ成長の余地がたくさんあるということだよ。ありがとうございます。ただもちろん頑張ってはいるんですけど、先生からは振り付けをなぞっているだけで情熱が感じられないと言われてしまって。真面目なだけじゃダメ、もっと弾けなさいとか、自分をさらけ出しなさいとか。自分をさらけ出すか。はい。でも月のテンペストの一員である以上、ステージ上で私が好き勝手するわけにはいきませんし。私はどんな風に頑張ればいいんでしょう。自分をさらけ出すか。言葉にするのは簡単だけど、さきのような真面目な子には難しいかもな。マネージャー？ああ、ごめん。考え事をしていて。そうだな。本当にただの思いつきなんだけど、例えば、ロックなんかを参考にしてみるのはどうだ？ロックですか。私、あまり聞いたことがありません。ほら、反抗的だったり、我が道を行く生き方をロックだ、なんて言い方もするし、ステージで弾けるって意味なら参考になるかも。って、さっき、聞いてるか？我が道を行く、弾ける、反抗的。なるほど。わかりました。つまりロックの精神とは、反抗なんですね。そうだな。間違ってはいないけど。アイドルとして成長するためなら、私は理由なき反抗でも何でもしてみせます。あ、言ってしまった。なんだか心配だ。サキは真面目すぎるところがあるからな。深夜にアイスを食べるだなんて、私なんていけないことをしてるのかしら。でもこれこそが反抗の味のはず。今日はみんなが脱ぎっぱなしにしていた靴も片付けてあげないで放っておいちゃったし、夕食当番だってレトルトカレーで反抗的な献立にしちゃったし、しかも福神漬けすら用意しなかった。とても反抗した一日だったな。これはこれで X になっちゃうかも。さっきこんな夜遅くに一人で何をやってるんだ？マネージャー？このアイスは、アイドルの規定の反抗です。アイドルは体調管理も仕事のうちなのに、私、反抗的です。ずいぶん可愛い反抗だな。可愛いですか？精一杯反抗したんですけど。大切なのは反抗的になることじゃない。ステージで今より弾けたり、自分をさらけ出すことだろ？それはそうなんですけど、ただ真面目に頑張っていればうまくいくんだって、ずっと思ってそうやってきましたから。でも、
アイドルってただ真面目なだけじゃいけないんですよね。ふぅ、私やっぱりロックについてもう少し勉強してみようと思います。エネルギッシュな音楽にはきっと学ぶところもあるでしょうし、だからマネージャー、もう少しだけ私の力になってくれませんか？もちろん、そういうことなら俺もとことん付き合わせてもらうよ。